朝ごはん。うん、朝涼しい。涼しい朝。まさかのんびりして。目玉焼きスクスクにしました。カイダーをスクスク。のパンに乗せて食べよう。この中でカイジやろ。オムレツじゃない。これで一泊850バーツでちゃんと朝食ついてくれて、一泊だよ。え、二人でだよ。二人で850バーツ。一人さ、440でしょ。425。やばい。うん。一人1500円ぐらい。ね、うん。マンゴーうまい。マンゴーめっちゃうまい。ね。これホテルの朝の時間っていいね。あ、みんなぼーっとしてて、準備できた。できた。探検家の人みたいじゃない。探検家の人みたい。かっこいい。え、かっ、いや、お、すげえ、マジ探検家の人みたい、うん、めっちゃかっこよくない。うん、かっこいい。わかんない。9時15分。9時15分。目覚めた。バス停に戻って。とりあえずバス停に歩いていって。うん、なんだって次に持っていく。目サロン。目サロンに頑張っていく。うん。いけるかな。怖いね。ちょっと難しいですよ。うん。あ、大きいね。カバン。カバン本当だ。あれが本当の探検家ですよ。すごいね。ちょっとこれ背負えないよね。うん。30キロあるんじゃない。 So number one. Ah. Two. Mei-chan. And then you sharing another bus. They got two buses. But one inside Mei-chan will go this way. Oh. And then they cut up this way. Oh. なんかお兄さんにいろいろ教えてもらったけどさ、あのバスターミナル、なんかバスターミナル1と1から多分行くんだけど、うん、そうだ ね、あのメーサロン行きたいって言えば、そうだね、うん、いけるよね。うん、行けるよ。メーサイ、メーサイどうだ、ファイメーサロン、あ、オープンか。メイサロンの場合はメイちゃんで降りるんだよね。メイちゃんで降りる。あ、メイちゃんで降りる。うん、で、メイサイ、メイサイがこれはメイサイ行きだから大丈夫。そうだよね。かわいい。あ、そうだね。ここがメイちゃん。メイちゃん。あの人が言ってたの、あの宿の人この辺のこと言ってたよね、Google マップで。緑のあれだね。そう。メサロン。メサロン。メサロン。乗れる？乗れなくない？無理だ。遅い、遅いって。あ、そうなの？じゃあこれ一緒にも買い物やりたい。うん。無理だね。ぎゅうぎゅうだね。この子と席変わってあげたいけどさ、立てないんだよね。こんなサンテは初めてなんだね。そう、ぎゅうぎゅうでね。出発まで1時間ここであるから。そう、あとあのベッドの枕があるもんね、なぜか。あと1時間だね。
着いたね。ああ、なんかいいね。さあ、時間。The first one here. Yeah. Oh.あ、いいじゃん。いいよね。あ、いい。Okay. Okay. And you first time to Macedon? か。か。Can speak Thai or Chinese? Oh. Thai. No. Learn not much. Learn. ごぶが。お昼ご飯行こう。着いたね、やっと。なんだ、そんな時間かかってないけど、今お昼の、違う、3時か。じゃあ1時か、お昼の1時。すごいな、中国文化が随所に見られるから。随所に見られるね。いややっぱ中華系の人たちが。そう。多いんだよ。でも雰囲気が違うもん ね、 あ、なんかすごい、なんかうちの田舎みたい、うん、山があると山があるといいね。山があるといい。わあ。綺麗だね。のんびり。あ、セブンイレブンがあった。あ、ここは町の中心だ。うん、さあ、ナムニゾ、うん、相当美味しかったから。どっちが美味しいか。ね、楽しみだね。ナムニはマジでうまかったもんね。やばかったもんね、もう。まだ食べたい。まだ食べたい。あ、本当だ、なんか人が多い。ここだ。これ、美味しい、予感。うわすごい。なんかあの昔ながらのラーメンって感じがするね。これがインナンメンですよ。ね。うま。美味しい。なんかね、うん、懐かしいラーメンって感じ。昔のラーメンって感じがする。ワンタン、本当だ。ワンタンいっぱい入ってるよ。入ってる。すごい。雲南麺はワンタン麺なんだわね。ね、あ、そうだね。あ、そうだ、ワンタン。ワンタンめっちゃうまい。ワンタンもね、なんかね、懐かしい。懐かしい感じでね。へえ。麺がさ、すごいさ、もちもちしててさ。うん。うまい。優しい味のラーメン、美味しいね。ね。あ、餃子来た。いいね、餃子。ね。できたて。うま。うまい。うま。餃子は現代の餃子。現代の餃子。美味しい。なんか日本の餃子って感じだもんね。日本の餃子、完全に日本の餃子。本当。ね。うん。どうする？ここのティーショップ行くか、そのこっち行く。こっち行くか。外がおしゃれだね。これ見てみようか。すごい。かわいい。かわいい顔が触ってんじゃん、こいつは。かわいい。もう1ヶ月入ったらいいとこだった ね。こんな景色見ながらいただくコーヒーは何倍もうまいだろう ね。俺キャラメル巻き跡にしちゃった。女子どう、めっちゃ甘い。甘い。違う、ほらやばくない、ほら。向こう何重にも山があるね。日本昔話の光景みたい。
通に歩くとね。ちょっと休憩しよう、夜まで。うん。涼しいね。涼しい。今何時？6時ぐらいだよね。夕方涼しい。夕方涼しいね。どっか向こうブラブラ歩いててみようか。あ、さっきの雲南麺。この先行ってみよう。すごい。え、やばいやばい。やばいねこれ。すっご。すげえな。ほら、あそこに見下ろしてる街を。やべえやべえ。ね。ここのあれの感じやべえ。このあれの感じやべえ。そう。あ、隠れた。あそこに隠れし。何ですか。パートンコ違う？あ、ほら、あ、パトンコに豆乳つけて食べてる。へえ。食べてみる。うん、食べてみようか。ね。なんか。可愛いね。可愛い。可愛い。ちっちゃいバンだよ。お。おお。コプンカ。コプンカ。おお。あ、ほら、あの子と食べてたんです。食べてたんだ。食べた。うん。悪かったね。悪かったね。仕事させちゃってさ。すごい、豆乳に。あ、豆乳にお砂糖入ってんだ。へえ。ます。熱。熱。でね、女の子ね、つけて食べてた。つけて食べてたね。ね。うまい。うまい。のんびりするね。子供のおやつって感じ。なんかこの豆乳の味と景色がマジで合ってるわ。素朴で。いい。こういうのいい。3コンシパ。あ、コプン。安い。コプンカアロイ。アロイカー。ありがとう。すごい、すごい。ありがとう。日本語聞けると思わなかった。ね、ありがとう。びっくりしたね。わー、すごい。茶畑見えんじゃん。すごいね、うん、あそこ茶畑じゃん。本当だ、やった、茶畑も見たね。茶畑見たね、うん、奥の方にも茶畑あるし。へー、あ、その奥もずっと茶畑じゃん。え、この家めっちゃ可愛い。これあれだよ、チェンライの宿の人が教えてくれたさ、カフェだよ、スイートメイサロンカフェ。あ、そうなの、うん、ここいいらしいよね。トリップアドバイザーでも1位だったよ。あ、マジ、うん、終わっちゃったね。終わっちゃった。あ、この宿もね、うん、トリップアドバイザーに載ってた。そう、あれ、あ、月光がいるよ。ここも800バーツぐらいでね。へー、そうなんだ。で、景色が見て、あ、やば。あ、これはいいね、部屋からのビューが。ビューがやばいんだよ、ほら、ね、ほら、確かに。あ、これはいい、これはいい宿でしたね。そうですね。そろそろ夜になっちゃうもんね。多分ね、あそこら辺まで行けると思うんだけど、歩いて、うん、この道順で、うん、どこどこ、こう行くと思うんだよ。ちょっと無理でしょ。無理だよ、だから何言ってんの。そう、だから正気になれ。じゃあ、だから行けると思うけど、行ったら行ったら真っ暗になっちゃうから。それは行けないって。行けない、行けない、うん、これ行く。
あ、ここだよね。あ、ほら、麺とかもあるし。あ、本当だ。じゃあピザもあるし。ハロใส่กล่องนะก็ยาวถักเล่นอยู่ตลอดอ่ะใช้ไม่ใช่ประมาณคนละกันคลุกคลุกนะคลุกคลุกนั่นที่ตัวこのバンミ美味しそう、ね、麺食ってばっかだな本当にこの度毎日麺食べてる、うん、わーこのさあいいねバンミこのえこれバンミなのこのバンミどうどうですかこのバンミめちゃくちゃうまい嘘この麺がもうめちゃくちゃつゆつらつゆ何つゆつらつゆつや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 なの、麺がつや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 麺美味しいこの椎茸がめっちゃうまそうでさ、うん、すごい肉厚で、うん、噛んだら椎茸の麺がブワーって出てきて、うん、うまいいなこういうかあもう一個あったあえ半分じゃ半分だけ半分だ半蔵椎茸もらったうん。てかバーミー美味しかったね、うん、麺が完全にうまいのこの辺はね、うん、麺が完全に美味しいすごい生麺生みたいな、うん、ねインスタントの麺じゃない本当に美味しいこれは完全に麺がうまい、ね